ラジオイコールエレクトロニクスは、かつて、アメリカ合衆国で発刊されていた通俗技術誌で、ある。1929年7月に、ヒューゴー・ガーンズバックによって、ラジオイコールクラフトとして創刊された。1948年10月に、ラジオイコールエレクトロニクス、1992年7月に、エレクトロニクスナウに開題された。2000年1月に、 ガーンズバック出版社に買収されたポピュラーエレクトロニクスと合併してポピトロニクスとなった。ガーンズバック出版社は2002年12月に廃業し、ポピトロニクスは2003年1月号が最終号となった。ラジオイコールエレクトロニクスは長年にわたりオーディオ、ラジオ、テレビ、コンピュータの技術を特集していた。 最も注目すべき記事は1973年9月号の TB タイプライターと1974年7月号のマークマイナス8コンピュータである。これら2つの号はホームコンピュータ革命のマイルストームと考えられている。1905年、ヒューゴー・ガーンズバックは無線機の部品や電気用品などを通信販売するためのエレクトロインポーティング社を設立した。 カタログには無線電信装置などの電子機器を制作するプロジェクトの詳細な説明があり、これは彼が最初に創刊した雑誌、モダンエレクトリックスの前身となった。ガーンズバックは1913年3月にモダンエレクトリックスを売却し、エレクトリシャンメカニックと合併した。1913年5月には別の雑誌、エレクトリカルエクスペリメンターを創刊した。 ガーンズバックはアマチュア無線の熱烈な支持者だった。ガーンズバックは1919 19年7月に無線を専門とする雑誌、ラジオアマチュアニュースを創刊し、1920年7月にはラジオニュースに短縮された。ラジオニュースは大成功を収め、ヒューゴー・ガーンズバックと兄弟のシドニーが経営する出版社は大きくなった。 1926年4月、ガーンズバックは世界初の SF 専門誌、アメージングストーリーズを創刊した。1929年2月、ガーンズバックのエクスペリメンター出版は破産に追い込まれた。債権者への返済のために雑誌などすべての事業が売却された。1929年4月の最後の法廷で、ガーンズバックは 新しい出版社の設立を発表した。当時のニューヨークタイムズの報道には、ガーンズバック氏は審理の後、新しい雑誌は、ラジオイコールクラフト、サイエンスワンダーストーリーズ、エア、ワンダーストーリーズで、6月に創刊する予定であると発表したとある。同年中に、新しい出版社、ガーンズバック出版社が設立され、1929年6月5日、 ラジオイコールクラフト創刊号が発売された。世界恐慌の始まりの時期で雑誌を創刊するには最適な時期ではなかったが、その中でラジオイコールクラフト氏は生き残った。その後の第二次世界大戦中は紙不足により雑誌にとってさらに厳しい状況となった。ガーンズバックはラジオテレビジョン氏をラジオイコールクラフト氏に統合し、 1942年1.2月号、8.9月号のように2ヶ月分の合併号の刊行も行った。紙不足が緩和されるとともに、戦時中のエレクトロニクス産業の成長により、より多くの広告主と読者が得られた。ラジオイコールエレクトロニクス1949年6月号。ラジオを模した帽子をかぶったホープラングが表紙を飾った。 ヒューゴー・ガーンズバックが最初にテレビジョンという言葉を使ったのは彼の雑誌モダン・エレクトリックスの1909年12月号だった。1940年代後半にはテレビ局と家庭用テレビ受信機が現実のものとなりつつあった。ガーンズバックはラジオイコール・クラフト氏の題名を短くかつテレビジョンという言葉を含むものに変えようと考えていた。 編集スタッフでは名前を決めることができなかったため、500人の読者にアンケートを送り、13の名前を提案した。そのうちの半数以上が選択肢を増やすためだけに入れていた、ラジオイコールエレクトロニクスという名前を選んだ。ガーンズバックは読者の評決を受け入れ、テレビジョンという当時のマジックワードを使わない、このタイトルを採用した。 ラジオイコールエレクトロニクスは1948年初頭に副題として登場し1948年10月から正式タイトルとなった初期のラジオ受信機やテレビ受蔵機には動作寿命が1年程度の真空管が使用されていた一般的なテレビには十数本の真空管が使われており毎年少なくとも1本は故障していた当時 ラジオやテレビの修理屋は街中の至るところにあった。ラジオイコールエレクトロニクス市の記事や広告の大部分はそのような修理業を対象としていた。トランジスタ、カラーテレビ、ステレオオーディオ、コンピュータ、人工衛星などの技術の進歩は1950年代と1960年代に顕著だった。この時代のラジオイコールエレクトロニクス市の表紙には 新しい技術を使う人の写真がよく使われた。ヒューゴガーンズバックは毎号写説を書き、この雑誌は未来の道路を自動車が自動的に誘導されるような未来についての記事を掲載すると述べていた。1959年4月号は8.51インチで140ページだった。当時の毎月の有料発行部数は約20万部だった。 1970年7月から1974年2月まで、ラジオイコールエレクトロニクス氏の表紙のタグラインは、方面ウィズアイディアズインエレクトロニクスだった。当時のエレクトロニクス雑誌の読者は、ほぼ全員が男性だった。1981年のジフ・デイビス社の調査によると、読者の97%が男性だったという。1972年4月の表紙には、 タグラインがなく、Women with Ideas in Electronics というタイトルの女性読者から編集者への手紙が掲載され、編集者から読者へのどのようなタグラインが適切かを教えてほしいと依頼する文章が掲載された。翌月からは、Foremen with Ideas in Electronics のタグラインが復活した。1974年3月、タグラインが ザ・マガジン・ウィズ・ニュー・アイディアズ・イン・エレクトロニクスに変更された。フェミニズム運動への最後の抵抗として、1974年6月号の表紙にはプールサイドでビキニ姿の若い女性が、その月の特集企画であるギターアンプを持って登場している。1974年7月に記事が掲載されたことで、 個人用コンピュータの普及の契機となったマークマイナス8971年頃から競合し、ポピュラーエレクトロニクスに寄稿していた多くの執筆者が、ラジオイコールエレクトロニクスで執筆を始めた。ラジオイコールエレクトロニクスとポピュラーエレクトロニクスの間で、デジタル論理回路の電子工作プロジェクトでの競争があった。ラジオイコールエレクトロニクスは、 1973年9月にドン・ランカスターの TEB タイプライターを1974年7月にはジョン・ティトゥスのマイクロコンピュータマークマイナス8を発表した。それに対抗してポピュラーエレクトロニクスは1975年1月にミッツ社のアルタイル8800を発表した。1980年代初頭にコンピュータ雑誌への転換を図った。 ポピュラーエレクトロニクス種が廃刊となった。ラジオイコールエレクトロニクスは、その後もケーブルテレビのスクランブル解除装置に関する連載など目を引く特集企画を数多く実施していた。いくつかの電子工作プロジェクトは、パイアエレクトロニクス、ノースカントリーラジオ、インフォメーション・アンリミテッド、オールモスト・オール、デジタルエレクトロニクス、 ラムゼイエレクトロニクスなどのキットメーカーによって設計された。ポピュラーエレクトロニクスのタイトルがガーンズバック出版社に売却され、1989年2月にハンズオンエレクトロニクス氏がポピュラーエレクトロニクスに改名された。1992年7月にラジオイコールエレクトロニクスはエレクトロニクスナウに改題された。2000年1月にエレクトロニクスナウと ポピュラーエレクトロニクスが統合され、ポピトロニクスとなった。2002年末にガーンズバック出版社は廃業し、ポピトロニクス氏は2003年に1月号で廃刊となった。ウィキメディアコモンズには、ラジオイコールエレクトロニクスに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。